かしい。こんにちは。こんにちは。今日もまたいらんもん持ってきたんで、てかお願いしよったんでやっと来ましたね。来たね。前回言ってた通りなんですけど、マフラーが僕なんかちょっと気に食わないんですよ。言ってたよね。まあ、確かにミニのセンターかっこいいんですけど、らしくないなと。これだと。らしくないなということで。物足らない。でも音はいい音するんですよ、これも。あ、いい音するよね。一個ビフォーアフターの音聞きたいですね。あ、ちょっとやっとく。やっときますけど。じゃあエンジンかけようかな。はい。意外といいんですよね、この音も。いい音してるぞ。なんか走って楽しそうだよね。そう、そうなんですよ。弾く音して。かけるね。はい。いい音しますね。いい音しとるね。キレいいですね。キレッキレっすね、音が。キレがいい。だからバイクみたいな。国産にはないようなキレ。そうなんですよ。だって排気の匂いがバイクですね。ガソリン臭い感じ。で、これがなんかつまらないということで。はい。また、カーボン。カーボン。なんか違うんすかね。いいっすかね、これで。いや、まあ、遊び心だったらいいんじゃないかな。でもこの間チタンっぽいの合わせたじゃないですか。あれちょっと違うかな。そうなんです。これほどチタンが似合わない車がないというか、なんというか。どんな風につけます？でもまっすぐつけたらこれと変わらんじゃないですか。あ、これでいいんじゃん。それ出過ぎですね。お、できたじゃん。何？できたじゃん。できた。オッケーだなこれ。ここで溶接ですか。あ、うん、これで溶接。そうじゃないですよね。なんかちょうどハマったねこれ。そういう問題ですか。したここで点付けしかいない。いやなんか雰囲気変わったよこれ。いや違いますよ。もともと多分この辺ついてますよ。元はそういう風なんだ。この辺なんですよ。うんうん、でも線一本がいいんですよ。あ、一本出しがいいんだね。こんなこんなこういう感じ。もうちょっと斜めですか。そんなか、あ、いいですね。斜めなりすぎじゃないこれ。もう完全ふざけてますよねこれ。もうちょっと角度やった方が、あ、そんなか、あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。この決め方です。これ？え、ダメですか？これ出ちゃう。僕っぽいのどんな感じですか？今までのなんか車見てて。大沢君っぽいの？ぽいの。どういう、いや、こんな感じかな。ですよね。もうちょっと角度立ってみますか。こう。そんな感じですか？あれだね、ちょっと。やんちゃですね。うん、汚れんすかね、ボディ。ボディ？ボディは汚れないですか、ね？ボディはいいんじゃない。まあ、だんだん水入るよね。うまいことそうなんですかね、この辺に。あ、これだったらいけると思うよ。こういう感じですか。お、いいね。あ、意外とこんな感じする。ちょっとデートがかっこいいですか。デートが面白いね。そうしますか。寝ちゃう。それできますか。まあ、これ残しとくからね。それは残しとくんで、一応何かあるといけないんで。すぐ困っちゃうんで。なんでこれはカットしないで、あの別であのパイプ作ってください。根元から。はい、根元から。今簡単、だいぶ簡単に言ったね。今もう2時20分、夕方に終わりますね。コンビニマフラーよし、コンビニマフラーで行けばいいかな。はいはい。まあ、だってあれだよ、チャッチャッと。でもミニだからいろいろ自由ですね、みんな。結構みんないろいろやってるんで、ね、好きなようにやっちゃえばいいよね、多分ね。はい、じゃあお願いします。これは楽しみだ。このマフラーも大概ですよね、なんか今思うんですけど。パイプだけだよ。こんな。あとこの距離感なんかならないんですかね、ここ。当たるんですよね。下に。いや、太鼓が多分見ると当たってますよね、これ。あ、下が打つ。そうなんですよ。だいぶ錆びとるね。そうなん、そのでま、あのミニのマフラーが落ちるの定番らしいですよ。あ、そう。後ろ走ったらマフラー落ちちゃった。錆びて落ちる。当たるんじゃないですか、多分これ。低いなこれ。まあでも当たるから落ちるんだろうね、きっと。ちょっと緩むね。緩みますよ、緩むね。サビサビ。僕バネに変更したんですけど、付け方やばかないですかこれ。これどういう構造なんだろうねこれ。本来ここにラバーが、三角のゴムラバーがついてるんですよ。うんうんうん。そこでショック吸収してるんですよ。バネレスなんだ、ほんと。そうなんですよ。で、これをバネに変えてあるんで、ちゃっかり。これまた高いですよ。どういう高いのこれが。ちゃっかり高いんですよ。へぇ、バネ100キロとかあるんだよこれ。100キロ。へぇ、
どういう構造なんだろう、分かんないです。どうやって縮んでるんですかね、これ。全然構造が理解できないです。どこが動くんだろう。どういう足してんだろう、これ。あ、ここに、あの、これが、あ、ここに付け根があるんだ。え、すげえな。これは100キロいるかもしれない。レバー比ですか。レバー比だね。なんだ、車に100キロとか。あ、そういうことか。付け根についてる。力のかかり方の都合ですかね。長いな、これしかも。だったらここでストロークするのに、ここの付け根で、はい、あバネ、テコの原理になってることですか、これ。ここに付け根があるんだよね。ほうほうほう。すごい力がかかるんだ、多分。だから100キロないといかんぐらいな感じですか。100キロもいるのかな、この車に。そこですよね。そこはね、やっぱあれかな。取れます、苦笑いあかんすか。いや、血が入らん、ま、入らないですか。それ何ですか。14で入らなくて、え、15がダメなんですか。14.5 とかないですか。ないんだよ、ね、本当だ、いけるかな、はい、一発舐めたらやばいですね。いかん気がした、いかん気がしました今。行きそうでした、今。インチじゃないですよね。インチあります、持ってない、持ってスタートできんよやばい、ちょっと想定外のことが。これ締めると入ってくるでしたっけ。緩めると、あ、緩めると入ってくるんですよね。噛んで、噛むやつ、逆ネジみたいなやつですね。そうそうそう、これを叩き、これすごいですよね。叩き込んで、これ本来丸々になったネジでも取れちゃう、何でも取れるですよね。あー、画期的さあ、回りますかね。さすがに回りますよね。あ、いるっすね。うわ、やばそう。こういう古い車も怖いですね、取るだけでも。怖いよ、多分この外すつもりが壊すことになるかもしれないだから多分公開嫌がれるんですよね、なんかこういう車って触れば触るだけ壊れるかもしれないちょっとって言われるんで、やっぱこれ作る前提ならまあそうだね、いいんですけど、ラスペンで使えますよね、結構。これすごいよね。すごいですよね、ラスペンね、うん。ちょっと高くないですか、でも。これ高いのかな、うん、なんか CRC ってことが高い気がするんですけど。ホームセンターのやつより。これ高いですね、やっぱ。おすげえ、ラスペンのパワー。ラスペン発揮したのこれ。なんかこれ、ラスペンの宣伝みたいになってますよ。ワコーズのモーツボスね。何やってるネタや言うの今のエンターテイナー熱々とか言って、マジ笑える。これは何をしようとしてるんですか。車を下げたっすけど、ちょっと今マフラー、よくあるあるの行事ですかこれ中間腹下直感っすね。腹下ないからね、今遊び心を忘れませんね、やっぱりちょっとどんな音が鳴るか気になってきちゃった。これマフラーあるあるじゃないですか、外した時ついでに鳴らしてみるみたいなどんな音で変化するか若かりし頃よくやりますよね、外したと思ったよね本当に、懐かしいですね、なんか。どんな音すると思います、予想、ね、どんな音なるんだろう。音量上がるんかな。いや、あんま変わんないんじゃないですか。変わらんかな、だって排気量してますよ。いや、でも太鼓なくなったら行くよ、はい笑顔、めっちゃ楽しい笑顔。おお、今赤い、今ヤンキー入って今本性が出た今いや、いいね、あ、意外と良いですね、なんか。いや、低いっすね、なんか。あの、剣を外したのと音違うっすね。ねえ、ちょっと楽しみになってきた。あ、意外と低い音出るんだね。でも本来あれ通しても低い音がしてたんで、うん、でもあまり音量変わってなくないですか。ちょこっとバリバリが増したぐらいで、うん、そうだね、ちょっとでも太い重たい音に変わったぐらいかな。うん、まあ、太鼓自体はそんなにあれじゃないですか。ここまで消音機能がないかもしれない。だと思います。下品。下品。下品だね。
田島さんお疲れ様です。お疲れ。意外とすんなり早く行きましたね。行けたね。やっぱ腕がいいですね。任せて。もうおもちゃですね完全にこれ。どう、いいね、いいね、かっこいいじゃないですか。なんか想像しとったより良くなったかもしれん。なんか全然思ってたよりいいかも、ね、下曲がった。え、何ですか。地面からスルスルって言っとった。多分上がってますね、だいぶ。そもそも位置が高くなってるんで。上がってるはずだ。ああ、やんちゃ。かけてみる。ちょっとかけてみるか。まだ聞いてないですからね。かけてないね。ちょっと聞きましょうか。お、運命の瞬間。向こうでスタンバイしてる。さあ、いくよ。え、行きますか。もう行くんですか。いくよ。はい。かけます。はい。うわ。うるさいね、これ。うるさいっすね。一言。マジしたっすね。あのマジした変わらなちょっとね。見た目と音が合ってますね。確かに。いや、これ乗っちゃえば気に入っちゃうんじゃないかいと。え、ほんとっすか。そんなもんすかね。パイプもっと遅いと違う音になるんですかね、やっぱ。どう、まあでもこれでもだいぶ細い方だけどね。かっちょいですね。なかなか面白い。でもこれちょっと日焼けしてくるかもしれないけどね。しょうがないですね。ということで今日はおもちゃ編で、はい、おもちゃ編で、おもちゃマフラーでコンビニマフラーを、うん、やってみたっていう、ね、やってみたってことでありがとうございました。さよなら。さよなら。I can't believe you tried. Wait a minute.